部屋版のテラサーで4月に片手にやる。いや、気分ですね。本大会用にコンロード、それをカスタムして、まあ、ちょっと本大会からなんでヘアバンつけてるんですか？あ、まあ、ヘアバンはそのなんか特徴ないなって見た目、そうっす、はいはい、見た目の特徴がないのと、あの前髪が邪魔だったんで、しっかりとヘアバンで上げて、ヘアバンのテラサーねみたいな。あ、そうそうそう、あのなんかそのなんとかのなんとかなんとかのテラサーでその、はい、麦わらのルフィ。あ、そうそうそう、そういうことね。ヘアバンのテラサーで行かしてもらうの。ここから今シーズンヘアバンのテラサーなんですか？そうですね、まあ基本的にはまあいろんなヘアバン買っていきたいと思います。そこも注目していただけたらこういうインタビューのがめちゃめちゃ上手です。筑波大学選手の交代です。髪型はこだわりなんですか？いや、気分ですね。気分ね、はい、ちゃんとグリース使って、節も使って、しっかり4月に固めてやるんです。俺、びっくりした。なんか、リクルートで MVP 撮ったシャンプーで、あの、真山出社とかいう、あれ、出てるじゃん、髪。はい、あれはもう、無許可で、あれを使われたので、ちょっと。なるほど。前山くんはじゃあビジネスマンいじりして OK ってことですか？あ、了解です。逆に狙ってます、ね、狙ってないですって。髪型はもう本大会で用なんですか？そうですね、本大会用にコーンロード、ちょっと後ろほどけちゃったんですけど、今日あのコーンロード、アレン・アイバーソンのスタイル、はい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 、敬愛する、はい、ずっとあのなんか雲みたいなやつだったんで、ちょっと今回変えてみようかなと思って、まあ多分次のリーグ戦もまあ何するか決めたいんですけど、普通じゃない髪型をする予定なので。スティーブも一緒だよね？そうですね、スティーブと同じコーンローで、まあちょっとデザインがちょっと違うんで、ちょっと波模様みたいな、すげえなってくる。なるほどね。あ、近くで全然違うんだね。ちょっと、まあ、コンロ同士で会うと、お前、波じゃんみたいになるの。まあ、ちょっとデザインは見ますね。あ、そう、なるほど、どうなってんのみたいな。ちなみに、今日の場所は？今日はこれカスタム、はい、フリークをカスタムしたやつ。あ、白い、もともと持ってたやつ、まあ、白はメインなんですけど、それをカスタムして、まあ、ちょっとそういう。カスタムはその業者さんというか。そうですね、知り合い、インスタグラムで知り合いの人に頼んでもらって。見てもいいですか？はい。え、これ両サイズ違ったりするんですか？まあそんな変わんないですね、ちょっと違うぐらいで。何柄っていうんですか？何年柄？それでいきましょう。スプーンフリークマン年エディション。そうっす。ありがとうございます。ありがとうございます。